それでは対戦メンバーをご紹介いたしましょう。1番地元神奈川斉藤達也、2番福岡吉本拓司、3番茨城小原忠、4番広島前曽根雄一郎、5番千葉山中秀武、6番静岡二藤源太、7番東京朝倉義弘、8番大阪松村智和、9番青森長澤武。以上のメンバーによる対戦です。2番吉本拓司、3番小原忠志、そして5番の山中秀武、この3人にラインができるようです。本命はこの人、5番手山中秀武、怪我から復帰して復調してきました。昨日の準決勝もホールラインのスピードが出たまくりでした。マークは1番下斉藤達也です。準決勝ワンツーを決めています。体制完了、号砲になりました。第12レース S 級決勝戦スタートです。ここは1番斉藤達也、2番吉本拓司が上がっていきます。1コーナー吉本拓司が前を取るようです。続いて1番斉藤達也、8番手は松村智和、3番小原忠、4番前曽根雄一郎、9番が長澤武、5番の山中秀武は7番手から、6番は二藤源太がいて、最後尾に7番朝倉義弘です。2センターです。先頭は2番福岡吉本拓司です。福岡の機動力タイプ、まだこの2日間先行はしていません吉本拓司です。その後ろに4番車広島前曽根雄一郎が入ります。準決勝は3番手からよく伸びました。2番4番2周回目の1コーナー、8番大阪松村智和は短期の競争3番手、続いて中段の4番手に5番の千葉山中秀武が入りました。マークは1番車昨日ワンツーを決めた斉藤達也、そして6番車静岡二藤源太が難関勢3番手を固めました。 S 級初優勝を狙います二藤源太、5番1番6番9番青森長澤武は短期の7番手、8番手待機は3番車茨城小原忠志、連日いい動きです。準決勝も中段をしっかりと取ってまくりました。昨日ワンツーを決めた朝倉義弘が今日もマーク3番7番は完投両者、青番を通過して3周回目の1コーナー、先頭は2番車吉本拓司です。4番前曽根雄一郎がマークです。2番4番8番松村智和3番手、200勝にあと1勝、そして本命5番山中秀武中段4番手です。難関勢は3人、5番1番6番と続きます。短期は9番長澤武、長澤も200勝にあと1勝、動いたのは3番小原忠志、関東の2人が上がります。合わせて中段から5番の山中秀武も上がっていきます。今赤番を通過、打賞周回に入りました。前を抑える難関勢、2番吉本拓司引きました。これで3番小原忠志が4番手に上がっていきます。2コーナーからバックストレッチ、さらに車を進める関東勢です。関東勢に9番は長澤武、8番の松村智和が乗ってジャンです。5番手に5番の山中秀武、2番吉本拓司8番手か、さあここは3番車の後ろ松村智和が狙っています。3番車小原忠志が先行、その後ろ8番7番並走、5番車山中秀武1、2、6、5番手第2コーナーに向かいます。3番の小原忠志をターゲットにまくっていく5番の山中秀武、まくり切って200を切りました。追走1番の斉藤達也、そして6番の二藤源太、難関で3車が出ました。第4コーナー丸、5番の山中秀武先頭だ、山中秀武先頭だ、3伸びてきた、外から2番車吉本が伸びてきた。12レース S 級決勝戦、外から伸びたのは2番車の吉本拓司に見えましたが、粘った5番の山中秀武との接戦です。第12レース S 級決勝戦、難関勢で決まったかと思われましたが、2番車吉本拓司が外から吸収しています。まだ確定ではありません。お友達の投票権は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。山中秀武のまくりが決まったかに見えたんですが、
外から伸びた2番吉本拓司。それではリプレイをご覧ください。難関で3人で4コーナーでしたが、外から2番吉本が鋭く伸びていきます。粘った5番の山中との接戦、リプレイゴール線上をご覧ください。続いてスーパースローです。山中秀武、外から2番の吉本拓司、さあゴール線上1着争い、わずかに2番の吉本か。今日のレースの組み立てはどう考えていましたか？特に自力を出せるように頑張りますっていう話しかしないです。その最後の4コーナーすごいまくりでしたね。そうですね、でもホームからあんま記憶がないです、はい、吉本選手2年4ヶ月ぶりの優勝ということです。そうですか、覚えてません、はい、次のレースに弾みがついたんじゃないですか？そうですね、素直に嬉しいです。それではお集まりの皆様にメッセージをお願いします。夜遅くまで応援ありがとうございます。また G1 に出れるようにしっかり練習して頑張ります。応援よろしくお願いします。